新型コロナウイルスによるアメリカの死者数が2万人を超え、世界で最も多くなりました。こちらはニューヨーク市にある身寄りのない遺体の埋葬地の様子です。アメリカのジョンズホップキンズ大学の集計によりますと、アメリカの死者数は11日2万人を超え、イタリアを上回り世界で最も多くなりました。感染者数もおよそ5。3万人と世界で最も多くなっています。ただ！ 国内で死者数が最も多いニューヨーク州では11日、クオモ知事が1日当たりの死者数が5日連続で700人台で推移し増加数が安定してきているとの認識を示しました。